はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、シルバーです。はい、では今回もモンスターハンタートラジディ今日やっていきます。よろしくお願いします。よし、では、もう先にクエスト発表からいくか、ちゃちゃかちゃちゃかやっていかない。こちらですね、居住行動っていうのかな、わからない、ディアブロスアシュロボルじゃなくてモルボロスアシュかドラガンキンと、多分2頭2頭のやつでした、確か。まあ鬼畜ですね、本当にディアブロスアッシュですよ。ディアブロスアッシュとモンスターが一緒にいること自体が間違ってる。もうこの世の終わりで、これは一応煙玉調合分と閃光分の調合分までたっぷりと持ってきてるんですけど、大丈夫なんですかね、これ間に合いますか。こんな感じで飛躍はなくて、で守りの5分もなしで素材玉20個、煙玉、ネット落とし穴、オータル爆弾、タルジー、ツタノハ、光虫です。こんな感じでもう万全装備で行ってきます。まあ、チャイアンバーはいます。まあ、気づかれたら終わりですね。お前ら死ねと言っております。お仕置きですね。まあでもそれ覚悟で連れてきてるんで、動画ではやっぱいた方が楽しいので、言いますか。頼むから気づかれないでほしいな。ディアブロス足には気づかれないでほしい、本当に。よいしょ。お、ナイス、ありがとうございます。出落ちは避けられた。あ、待って、茶山砲のセットをしてなかった。オッケー、ナイス、こけた。ちょっとごめんなさい、セッティングしてたんで無言になってしまいましたけど、でこいつは確か弱点が手だったんで、手をボカボカ殴っていきたいと思います。ありがとうございます。あ、どうしよう、で、まずいまずい、せっかくの雪玉が、雪玉じゃない、煙玉を無駄にできねえ。あ、危ないよ、マジかー、気づかれたよ、最悪だろ。そんな、ほな、俺のせいだ。やばいんだって、これは。まず俺、氷属性やられだし、ディアブラス足とか、なんか勝手に切れられたら困るんだけど。ガチやばいって。で、先行の調合分の力を発揮しますか。危ない、怖いですね。あ、どうしよう、二人一気にかけたいんですけど、ちょっとジアブロスが向こうで一人遊んでるんで、よし、行きますか。あれ問題の人にかかんなかった。危ないんだよね、ほんと。氷属性やられだけはまずいです。スタミナがハンマーの命なんで、氷属性やられにかかると逃走ができない上に、まあ、完全ボコボコですね。ああ、待って。俺には茶山たちがいる。心強い味方がいるんだ。負けねえよ。お前らに、なんか。マイセットで登録して。二人かかれ。よし。で、茶山砲撃ってください。どちらでもいいです、本当に。当てて、いずれにせよディアブロス足も倒すんで。倒さない。痛い、もう今のところで尻尾振りされると完全回避できないですよね。怖いし、めちゃめちゃ怖いし、ほら、逃走ができない、逃走が、俺の逃走心を燃やせ逃走心。危ね、もうスタミナないよ、今のところで当たっちゃう感じなの、初めて知ったよ。で、ちょっと死ぬの怖いんで回復します。やばいよね、ほんと逃走の時のスタミナの減り具合これですよ。危ない。話になんないよね、もう。シャレ落ちってか、あー、いで。今のところで当たるか。ぐだぐだ。許してください。マジかよ。ピオルよ、絶対。嘘だろ、マジかよ。それだけは避けないと危ない。もういけない。怖い。種を飲む。まあ、俺一人にしないで頼むから。もう俺悲しいよ、そんなことさせられたら。うわ、閃光が当たったのかよ。当たるの、間違えた。あ、グダグダですけど、ごめんなさい、許してください。ちょっとマジで太刀打ちできない状況です。暗中迅速太刀打ちの影です。もうどこでもいいから攻撃しよう。手に当たってることを願って。あ、ハンターサーチのバカ野郎、ふざけんな。お、マジでふざけんなって。おー、俺の心臓何個止まってんだよ、もうやばいって。
ハンターサーチさ、もう消してカプコン頼むから。お前 Wii U 俺買わないけどさ、Wii U で、え ?Wii U で、Wii U でお前出てたら殺すよ。俺じゃないけど、遊ぶ人がかわいそう。痛い。あ、何やってる何やってる、危ない、事故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 。放送事故だよね、これ。行って。うーわー、で、これ雪玉かかったらおしまいだって。そこだ。誰もかからない。ボルボラスたちでは、多分あんま、不必要なんで、多分先行玉はね。なんかすっごい雪が出てる。お前の尻尾から。早くこのボルボラスを倒した時の喜びを味わいたい。危ないよー。ディアブロスー。いけいって見えねえし。暗中迅速立ち打ちの影だろ。ああ、もう怒ったー。やばい。地獄の始まりだ。地獄絵図だ、これは。いや、気のせいにしよう。もう。あ、ディアブロスが怒ってんの気のせいだ。待って、怖いって、やばいって、やばいって、マジで。ほんとディアブロスが怒ったらまずいんすよ。これもうスタンプ決めて、終わりにしたい。嘘だろー、乱入者。今こけてんだって。ちょっと空気重いぜ。ありがとう。マジで助かる。ご了承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 。危ねえ。もう死ね死ね。よし来たー、やったー。あ、マジか。危ない危ない。うわー、大絶叫だよ、大絶叫。マジで、実況じゃなくて。シルバーが行く。巨獣、闘魂かな？闘魂、絶叫、絶叫プレイ。やべえな、これ。まあ、リクエストしてくれた方、なかなか面白いじゃないですか。刺激を求めますね。僕自ら望んでこんなクエストやんないんで、やばいです。うおぉ痛い。怖い。めちゃめちゃ怖い。腹に、もうどんどん攻撃が出てかないとね。けどディアブラスアッシュはもともとトライジで体力少ない上にこのクエストなので、まあ簡単に倒せると思いますけど、せいぜい当てようぜ。当ててほしかった。ヒーカリになったらこっちのものだ。多分痛い。ヒーカリはお前舐めんなよ。で、スタンプ打ちますか。こけさせたいな。受けさせたいなのもね、怒っちゃったよ。切りやすいとな、お前。嫌われるんだよ。本当に。ごめんなさいね、本当に。一落ちしたらごめんなさい。許してください。鬼畜です、このクエスト。もう GQ アルバトリオンなんかより全然鬼畜な気がする。剥ぎ取んないと。終わったら、絶対やばいって。で、よいしょ。おーし、危ね。今の食らったらもう俺死んでたよ、絶対に。自信回避できるとやっぱディアブロス美味しいですね。自信だけは本当に食らいたくないので危ない。今の尻尾振りはさっきボルボロスで食らいましたけど、警戒すれば間に合います。ちょっとさっきどうなってるか分かんなかったんで警戒もクソもなかったんですけど、お前食らえ。何？よいしょ。おーし、自信回避。お、なになに、自信回避じゃなくて何それ。あ、当たった。すごいね、尻尾の先端に当たったね。逆にすごい。で、尻尾振りか、角振りか。角振りは今みたいにこいつの左足付近にいれば当たらないので、溜めて、とどめ、ためにを、腹へ当てていく感じですかね。わあ、ちゃちゃ大丈夫？ちゃちゃ、ちゃちゃない、かやんば。俺はお前のことがすごい心配だ。あ、地獄絵図。やばい、怖い。チャチャがタケノコを出している。チャチャのあれ何なんでしょうね。あ、痛い。あ、危なかった。あれ、切れないってことはまだ疲労じゃなくて、瀕死じゃないのかな。もう瀕死取らないと、タイム的にもちょっとまずいことになってしまうと思うんですけど。あら、オッケー。てか、研いでないですね、僕。研いで、あ、一回研いだっけ？あれ、どこで研いだんだろう。全く記憶にござらん。なんで切れ味が白を保たれてるのかなってずっと思いながらやってました。怖いですね。頼む、チャチャ、お前らで、
そういう死に方か。ちょっとお前らで幕を閉じてくれって言いたかったんですけど、絶叫プレイです。お付き合いお願いします。これからも眼筋顎か顎やろうと、ドボルベルクスですね。なんでこっち来たんだろう。よし、どこから出てくるかちょっとさっぱりわからない。緊張して唇が動かない。バッチバッチ。まあゼロ落ちでここまで来れましたね。もうまさかの煙玉が一発で効果がなくなるという悲惨な事件が起きましたが、回復薬グレート7個か。もうだいぶ吐きかれた。あーグレートのハギハギっちゃー、どっから出てくんだろうな。ほんとわかんないな、怖いな。ひとまず怪力を飲んでちょっと煙玉でやっておきましょう。調合するもんも何もない。よし、頑張っていくぞ。痛い、なになになに、怖い、いかつ、お前誰だよ。眼筋ですね、最初は。眼筋はここから出てくるみたいです。で、ボルボロスと眼筋、大きいんですよね。なので、気づかれる可能性とか、ありますけど、そこら辺はもう運ですね。で、早いうちに、煙、じゃなくて、あ、もうこっち来んな、バカ野郎、お前ふざけんな、おい、おい、おい、そこで挙動不審なことして、あ、かからないで、頼むから。ありがとう、ドボルベルク。サンキュー。マジ助かった。もうドボルベルクがさ、自ら何も知らずに来ちゃったんだもん。びっくりしたよ。で、煙玉切れるんで、ちょっと一個使っておいて、頭攻撃します。失神状態の眼筋は気持ち悪いですね。歯がものすごい汚い。歯磨きしろ、お前。もう、あれだぞ。生き物としてのエチケットだよ。歯が綺麗なのは。ね、皆さんそう思いますでしょ。俺だったらもう息の臭い人とか絶対近寄りたくないもん。まあね、それご老人はちょっと仕方がないと思いまするけど、仕方がない。ドボルベルクちっちゃいですね、今思った。お、アルバトリオンみたいな、お前突進で急に曲がってくるみたいな、せこいぞ。唾が飛んだ、汚い。申し訳ないです、本当に。これもエチケットですね。けどね、どうしても飛んでしまうんだよ、実況しながらだと。許してください。さあ、ちょっとだんだんテンションが上がってきました。地震回避。よー、揺れた。ドボルが本当にちっちゃい。助かる。だからさ、ちゃちゃさ、眼筋の別に、それはどこにでも当てていいんだけどさ、なんでわざわざそんな、すげえ高いところに飛ぶのかな。ちゃちゃは高いところが大好きなのか。高いところで好きで思い出したけど、僕の動画をご視聴してる、してくださってる方の中に、登山とか好きな人いますかね？ちょっと最近僕は登山に目覚めましてというか、登山にちょっと憧れてっていうか、何なんだろう。登山がまあ、単純に言うと好きで、いますかね？僕と同じような人。モンハンしながらも、何だろう、エロい中学3年生が、登山に憧れるってちょっとロマンチックじゃありませんかね。いたらちょっとコメントしてくれるとありがたい。いやーマジか、コメントじゃない、切れちゃった。あー危ない、でも気づかれなかった。地獄映像、いえ曲がってくんのかそれ。なんでだから、近づかなくていいよ、もうそいつには。立ち入り禁止だよお前。ボルボロスじゃなくてドボルベルクの半径3メートル以内。煙玉使っててもあんまり近寄りすぎると気づかれてしまうんですね。それがちょっと煙玉の唯一の弱点というか感じですかね。さてそろそろ眼筋も、我慢強い眼筋もご臨終の時間ではないですか。さあで、ターン、お、終わった、よーし、やったやった。ここまで来たらもうこっちのもんですね。もう死ぬなんてことはないでしょう。ひとまず、これはどうしよう。今落とし穴使います。なんか早いですね。煙玉使ってからモンスターが切れるんで早いのか。
ちょっとこれ嫌な予感しかしない、嫌な予感しかしない、バカ野郎お前本当にさ、もう僕の大砲じゃないよ、爆弾をなんで起爆する、お前仲間だろ、生かだ生かんば、あ、いおいおい、そんな静止してる尻尾に当たり肉でない、眼筋が死んでるよ、ちょっと眼筋の顎に送り込むなよ、ちょっとマジで怖いな本当に、ドボルベルクさんツンデレですか、本当ね、ツンデレだと思いますね、いつも結構強いですけど、疲労状態になるともう半端じゃなく弱くなってスタンチもないっていう、ツンツンしてるくせにデレデレ、ドボルベルク、お前も友達いるのかそんな顔で、歯とかなんかないぞ、ご老人かお前、なんかこいつら二人ともヨボヨボしいですね、歯が生えてないで片やもう歯槽膿漏みたいな感じで、かわいそうですね、歯磨きの 歯ブラシの一本や二本お前寄付してやるぜ、そんな、あ、今のホームランが当たらないか、ちょっとなかなかホームランが当たらないですね、ホームランってか頭に攻撃が当たらないですね、今のでも切れないか、切れないかってか拾わないか、でちょっとスタン取れるんだけど、そんな感じのひるみ、なんかボルボルスのじゃなくてドボルベルクのひるみって面白いですよね、頭のうわーみたいな感じだ、ほんまほくろ飛ばすな、怖いな、それあっただろ火山炎上で、裏眼筋倒してるときはもうめっちゃ飛ばされましたからね、ジャイアンにほくろやばいなお前、なんかほくろには悪いほくろといいほくろがあって、悪いほくろはつけっぱなしだとなんかちょっとやばいみたいですけど、なのでほくろある人はちょっと自分のほくろが有害か無害か知っといた方がいいですね、まあ、実際私も頭にほくろがついていたのですが手術で取りました、ほくろはねちょっと邪魔ですねやっぱり、まあちってもすごいちっちゃいほくろなんですけど、やっぱ有害無害があるみたいなので、ちょっと母親のクソったれに、剃った方がいいわよみたいな感じで言われたんで、剃りました。手術室はね、マジでもう居心地が良かった。あそこほどね、寝やすいベッドはなかった。まあ、いつか、あんなベッドで、僕も女と寝たい、危ない。な、どこ飛んでったんだ、だから、ちゃちゃ。お前、なんでこんなとこ飛んでったな。大丈夫？墓でも立てときますか。ほらよ。あ、痛い。もう遊んでんじゃねみたいな感じでぶつかれましたね、ツンデレツンツンデレデレツンデレツンデレドボルベルクさん、どこから落ちてくるのか、もうあれっすか、もうここに爆弾仕掛けてこれで殺害できるかな、まだ早いかな、来いよチャチャも火炎盤を仕掛けてくれたのかな、俺行くぞひるみもひるみのかけらもこね。ツンデレデレ。はい、ツンデレ、ツンデレ。スタンプ。足のひるみは少ないですね、やっぱドボル。ドボルベラ。ひるんでばっかだな、お前。真面目に戦ってくれ。おー、いい終わり方。いいですね。今みたいな終わり方だと、すごい、嬉しいです。嬉しいクリアと思います。あー、怖かった。本当に。ディアブルスとボルボルスの時は怖かったです。やばかったですね。あ、そうだ、ちょっと皆さんに一つ謝罪しなければいけないことがあるのですが、前回の動画、まあ、前回の動画あるじゃないですか、まあ、あの動画の、あ、そうそう、氷点の内だ、氷点の内対連続資料の時に、クエストクリア後から港の後半にかけて、ちょっとなんか向かいの家がなんちゃらって言ってたじゃないですか、なんかちょっと大喧嘩してたみたいで、なんかやばかったんですよ、僕のうちは団地で5階建てなんですけど、まあやばかったですね、もうドアガンガン揺らしてたのか知らないですけど、すごいうるさかったので、その音がもし動画に入っていてしまったのなら謝ります、ごめんなさい、入っていなかったら、まあ運が良かった、本当にやばかったんだよね、昨日は怖かった、本当に怖かったんだ、夢がぶっ壊れんじゃないかと思った、お変革やったー、ありがとうございます、頑張った甲斐があった、できれば大事な決勝も欲しかったなって思った。
りは難しそうでしょ。換算術出すと8000いくらかもらいましたね。今運よく回復術と換算が出てくれたのでよかったです。これでリクエストの鬼畜な一つ目は答えられましたね。あとはブラキランス、ジニオガランス、ジキューアルバトリオンとか、そこら辺ですかね。いっぱいあるんですね。ちょっと、よいしょ。ひとまずリクエストを受けてるリクエストを紹介しますと、あ、これこれ。ディアブロス3頭の狩猟と、ジニオガランス、ブラキディオス、ランス、で、GQ さんかな？声に変化を奏したり、知識エージンはもう終わって、そうだね。これも終わったので、まあ、あんまりやるくって依頼はないですね。依頼はないです。で、まあ、ちょっと個人的に、レイヤーのおばあさんを倒しに行きたいので、お付き合いお願いします。なんかちょっと良くないですか？金レイヤーでも行きましょうよ。行きましょうよ。ご一緒に。モンスターハンター4では行きましょうね、皆さん。ご一緒にクエスト。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回、黄金の月輪かな？でお会いしましょう。さよなら。